木は、朝鮮時代末期の詩人、儒学者。韓国においては、有国の詩として評価されている。豪は焙煎。本願は、長水。歴史学者の高与厚は同族。全羅南道高陽に生まれ、旧霊で育つ。1892年春に雲宮で火薬が爆発し、複数の建物に火薬が仕掛けられているのが発覚する。事件が起きたが、木は、黒幕は、 便秘であり、事件は便秘が大院君一家の爆殺を狙ったものだとした。過去に合格したが、人後軍団と後進政変を経験した後、新国の積極的な干渉政策の下での主旧派政権に厳滅し帰京する。定着用の著書を研究し、開花的な立場から構想、便秘らを辛辣に批判した。西洋に対抗するため近代化の必要性を唱え、 更新の育成に当たった。彼は既存の受教的主観にとらわれず、当時の異性者の実態、管理の腐敗を批判した焙煎や録を表した。これは韓国近代史の資料として価値が高い。1910年、日韓併合条約締結によって国が奪われたことに悲憤し、条約締結の1週間後、旧礼の実宅で服毒自殺した。 自決に際して残した絶命詞は、長子部知が主筆を務めていた、喜び南日報に掲載されたが、これが喜び南日報筆火事件につながった。これは、掲載を朝鮮総督府刑務部が問題視した事件で、これにより同志は、定管処分を受けた。1962年に、韓国政府から、建国勲章国民章が追伸された。 旧礼の帰宅跡地には現在彼の影等と位牌が収められた指導、焙戦祠が建てられており、遺品を展示した遺物館も設置されている。ありがとうございます。